宇宙からの中継が繋がっているということで、お話を伺ってみましょう。宇宙飛行士のノペルニクスさん。はーい。ノペルニクスさん、宇宙にいらっしゃるということで、早速ですが、感想をお願いいたします。暗いですね。以上です。え、えっと、以上ですかはい。暗いです。以上です。あ、えっと、 初めての宇宙ですよ。何か他に感想が、他にですかあー。なんか、おばあちゃんちの屋根裏って感じですね。おばあちゃんちの屋根裏。暗いってことですね。以上です。すぐ閉めないでください。あと、ばあちゃんち関係ねえよ。他に何かないんですか他にって、あ、 暗いと言えば、私実家が田舎で、街灯が少なかったからいつも警部を持ち歩いてて、しかも当時おかっぱやったんで、学生時代のあだ名がダースベイダーやったんですよ。以上です。エピソードトークは結構です。あと、その以上ですってやめてもらっていいですか宇宙食についてとか、無重力状態とかいろいろ感想終わりかと思うのですが、私、食に興味ないんですよね。栄養になったらみんな一緒なんで。 無重力も別に、初めてキムチナットを食べた時の感動の方が大きかったですね。あれ私食に興味ないのにキムチナット好きやな。なんでやろあれは特にうまいと感じたような。誰こいつを宇宙飛行士に選んだのお姉さん。ああ。うち帰ったらもう一回君の名は見ようかな。